続いては女子サッカーマイナビ仙台レディースです。成績不振により監督が交代、今日から須藤新監督がチームを率いています。 WE リーグで5勝2分け7敗、11チーム中7位に沈むマイナビ。指揮を取っていた松田丈夫監督が成績不振を理由に昨日辞任しました。代わって就任したのは、長年男子育成年代の指導に携わってきた須藤茂光新監督。2020年には JFL ベルスパ大分の監督を務め優勝しています。タイミング考えると非常に難しい仕事ではあるかなということは重々承知はしてましたけども、関われるんであればということをずっと思ってましたので非常にありがたかったですね、はい。明日の長野戦を前に練習を公開したマイナビ。連携を中心におよそ1時間汗を流しました。リーグ戦は残り6試合。須藤新監督の手腕に期待がかかります。ちょっとやっぱり負けが込んできて本来の力を発揮できてないのかなっていう部分も、ちょっとしたきっかけで上位に食い込んでいくことはまだまだ十分可能性のあるチームだと思うので、まだ諦めていません。